やったぞ、天海様の勝利だ。わらわは嬉しゅうございますぞ。おお、なんという力だ、素晴らしい力だ。我らの理想が再び復活するのだ。これが毒破性降魔人か。我は黒の使い総帥天海、帝都に生きとし生ける者どもよ、見たか我が力を。我が力をもってすれば、この汚れた帝都から西欧の血を洗い流し、かつての徳川幕府を復活させることなど造作もない。帝都の哀れな市民についてお前たちに残された時間はあと1時間だ。すなわち午前4時までに政府は解散し、我々に降伏せよ。その証として帝都銀行の保有金100億と米田中将の命を差し出すのだ。約束が守られぬ時は帝都壊滅の瞬間が訪れる。こんな脅しに。バカバカしい、断固無視すべきだ。帝都市民の命が最優先だ。いかがなさいますか、総理。あと1時間ある。望みは捨てぬ。原小路伯爵、米田中将の例の帝国歌劇団はどうなるかね。はい、ただいま連絡いたしました。何としても食い止めたい。いや、食い止めねばこの日本を再び幕藩体制になどしてはいけないのだ。俺の命が欲しいだと？よし、いいだろう。天海、差し違えてやるぜ。長官、どけ！奴らがせっかく死に場所を作ってくれたんだ。